しいし、もちろん、まあ、自分が弱いっていうのが分かるけど、まあ自分が倒れた瞬間に、いやなんで止めんねんみたいな感じで、やっぱ抗議みたいななってたと思うんですけど、こちらハッスル信用が売りだ、純度 100% ヒップホップバック、こちらハッスル信用が売りだ、純度 100% ヒップホップバック。はい、ひろきチャンネルです。2月20日に、クラッシュ134で、試合終わりて、今翌日の一夜明け一人会見ですね。あの毎回ね、試合終わりこうやって、まあ、感想動画じゃないけどしてもらって、結構あの見てくれる人が多いんで動画差し上げました。どうでした、今回の試合。そやね、あっという間の出来事やったいやー、やった時超調子よくて、アップの時からキレキレで、今日はちょっとヤバいの見せれると思って3回ぐらいダウン取ったんやんね。で、まさかの最後決めに行った時に一発もらうっていう。まあね、いや格闘技面白いね。なんか、まあ、悔しいし、もちろん、まあ、自分が弱いっていうのが分かるけど、まあやってきた練習の内容を全部出せたし、自分が一瞬のミスでひっくり返されたなと思うし、あと一番はさ、3回ダウン取られてたら普通焦るくない？けど焦らずに自分の戦いをした鈴木選手、マジかっこいいと思ったし、希望になった。俺もこれから3回4回そうね、ダウン取られても一発ひっくり返せるんやと思ったらめちゃくちゃかっこよかったし、はい、俺ももう一回やりたいけど、それにはねちょっとストーリーがないから、いつかお互い上目指して戦ってたらできるんじゃないかなって思う。ね、なんていうの、今回はちょっと反省するとこがないって言えば嘘になるけど、結構いい動きができてたし、自分がやりたかったスタイルを見せれたかなと思ってて、まあ25歳になったばっかですけど、25歳でもまだまだ強くなれると思ったし、こっから5年伸び続けてベルトを巻こうと思いますね。今まで正直相手に勝ちたいとか、このこいつしばきたいとかでやってきたんですけど、そうじゃなくてベルトを持ってる、まあ、世界チャンピオンやったりクラッシュのチャンピオンやったりを狙わないとねって感じで、ベルトを見て試合してなかったんで、今までトーナメントはやっぱベルト見とったけど、やけどトーナメントやけど目の前の相手ばっか考えてたんで、上見てたら全部通過点になっていくんかなと思って、それをねちょっとこれから頑張ってやっていくことで、いつもあの試合終わりねスポンサー紹介させてもらってるんですけど、今回ちょっとスポンサーついてくれてる方の、量がねちょっと非常に多いんで、全部を紹介してたらすごい時間になっちゃうんで、インスタの投稿で改めてさせていただくので、そちらの方皆さんよろしければ見てください。あ、そうそうそう、あと、まあ自分が倒れた瞬間に、いやなんで止めんねんみたいな感じで、やっぱ抗議みたいななってたと思うんですけど、正直記憶ないし、改めて自分でリプレイ見て、あれはあのレフリーの方のファインプレーやったと思うし、死ぬまで殴り合ったどっちが勝つねんっていう話ですけど、格闘技って死ぬまで殴り合う競技じゃないんで、うん、もちろん お互い殺す気でやっとうけど、死ぬまで殴り合う競技じゃないっていうのがまあ大前提であって、レフリーの方、K1 のスタッフの方は俺らをできる限り無事で家に帰すのが多分そこを大事にしてくれてると思ってるんで、あれはレフリーの方止めてくれて、本当に僕らはやっぱ片足が折れようが両拳折れようが戦いたいっていう気持ちは全然、体が動くんやったら俺らは戦うし、試合中なんか特にね、だけど第三者の目線で俺らの人生がやっぱ勝ち負けてやっぱ多少ないとも変わるからさ、それを決めれるレフリーの人らはやっぱすごいし、それは正直今1日経って思うも感謝です。これでまだまだ僕あと5年以上は絶対戦えるんでね、あれはありがとうございました。結構ね、なんていうの、弁解したいことが多くて、なんかすごい YouTube やってるからやとか言いますけど、あの YouTube でやっぱ僕はそれこそいろんな各 K1 のトップファイターの方たちと仲良くさせてもらって、コラボさせてもらって、それであの出稽古行かせてもらってとか YouTube だからできてるんで、僕は YouTube が悪いことだと思ってないし、まあ僕の YouTube の軸のね喧嘩自慢とかも、まあやっぱ格闘技してる子たちが戦う場所がなかったりとか、興行がない県ってあるんでね、やっぱ東京とか大阪とかじゃないとこで田舎で興行がなくて、格闘技をやってたりみんなで集まって練習はしてるけど好きで披露するところがないってところがあって、そこで、まあ僕が
ね、戦ったらそれこそ K-1 ファイターが K-1 ルールで素人で殴られても絶対負けることないんで、まあ、それは一発あるかもしれんけど、まあ、100%、 99.9999% ないんじゃないですか。でもそれでうちの喧嘩自慢のコーラを、まあ、それこそレイジとかタクちゃんとかね、この前出たカバとか、横ちゃんとかユウヒとかって練習もあんましてないし、まあ、レイジは一番ね練習頑張ってる、あそこはミトとか違うかなみたいな感じで、各々が戦うための理由も思想も違うから、そこで俺は戦えるところを与えれてるっていうのも嬉しいし、まあ、それこそ喧嘩自慢系のチャンネルの人と俺はコラボできてて、みんなが仕事しながら格闘技若い選手ってしてると思うんですよ。他もそうですけど、俺なんか去年一昨年か一昨年の12月末までずっと朝5時起きでバイトしながらやってて、ここ数ヶ月ちょうど1年ぐらいかな、やっと格闘技だけでご飯食べれるようになって、まあ、でもジムもやってて YouTube もやりだして、スタッフも雇ってご飯食べさせないとダメな人らもおって、ご飯も連れて行ってあげたいしとかで、もう僕も正直生活のレベルも上がってると思うし、まあだから YouTube やめて練習したらいいやんっていうのは当たり前で、俺は逆に練習する時間は死ぬほど練習してるし、ほぼ泣きながらやってるし、寝る間を削ってあの YouTube とかさせてもらってるんで、そこ YouTube してるからどうとかはもう全く関係ないんでね。 YouTube は正直ね、やっぱ僕、まあ、7万数千人の登録者の方がいてて、ある程度見てもらってて、まあ、それはクリエイターとしていいものを届けたいっていう気持ちで毎回の動画撮影には挑んでるし、ただ僕ら更新がね週2回とか1回とかなのは、やっぱ僕が本業格闘家なの、格闘家なんでっていうのをスタッフの人らに言って、それでもやっぱこう僕が練習に集中できるぐらいの収入を作らなあかんなってことで、やっぱこう一回一回ね撮影させてもらってるんで、まあ YouTube がないとやっぱねみんな生活できないし、僕も練習に集中できない環境ではあるんで、月に僕が YouTube 撮影なんかで言うともう1週間ないもんね。ない、5日4日間ぐらい。もう試合前なんか全くですしね、試合前全くしないし、まあ練習してるところをカメラマンがいてて撮って、それが動画になることあるっすけど、何か企画を打ってとかはないんで、まあ全く格闘技に対しての足かせにはなってないんで、そこはご理解ください、ということでね、まあ3連敗したらやめようって決めとったけど、やっぱなんか自分のそこの3試合帰りの新幹線とか家帰ってから見直してみて、まだいけんなって、1敗目2敗目3敗目したけど、3敗目が一番強かったし、試合重ねるごとに強くなってる自分を、客観的に見て、感じたんで、そこは自分信じて、自分だけはね自分を諦めずに、信じてやろうと思ってます。ベルトを巻くまで、僕のこと好きな方はね応援してくださって、まあ、今も応援してくださってる方いっぱいおるんで、その人のためだけに、僕は命懸けで戦うんで、これからも応援よろしくお願いします。ではでは、そんな感じです、まあ、まだねダメージとかもあるんで、ちょっと1ヶ月抜けって言われてるんで、1ヶ月その分ね、いろいろやることあるんで、やっぱ YouTube もそうやし、自分のジム経営もそうやし、会社経営も全部、ちゃんとできるように頑張って、またそこでね新しく格闘技の知識でも全部つけて頑張るんで、応援よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。